いつもご覧いただきありがとうございます。将棋道場経営店、郷田です。よろしくお願いします。はい、今回の動画はですね、6月21日、来月のですね、6月21日は父の日。こちらのですね、父の日におすすめな時計。こちらのですね、ご紹介をしていきたいと思います。はい、今はですね、やっぱりこう、まだまだ落ち着きがないコロナウイルスの影響でですね、ステイホームが今でもずっと引き続き言われておりますので、こう父の日とかですね、そういう贈り物なんかも少し、実際手渡しに行けないという方も増えているかと思います。まあ、そんな方にですね、ぜひ、記念に残る、まあ、思い出の品をですね、プレゼントしていきたいと思いまして、今回はおすすめの時計というのを紹介させていただきます。よろしくお願いします。はい、またですね、先日オンライン接客でですね、まあ、ご自身用の時計ご検討中のお客様ありがとうございます。やっぱりですね、こう、今から袖元がですね、どんどん出てくる季節、まあもうすでにですね、暑いので、半袖の方もいらっしゃるんですけれども、時計がですね、どんどん、まあ特に腕時計が今から目立つ季節ではありますので、ぜひ後悔のない時計をお選びいただければと思います。はい、それではよろしくお願いします。はい、今回ご紹介するのはこちらの時計たちになります。はい、順番にまあいきますので、ぜひご覧ください。まずですね、やっぱりこう、鉄板といいますかね、今までのおすすめといいますか、お買い上げいただいているので、やっぱ多い順で言いますとですね、鉄板なのがこのセイコー鉄道時計 SVBR003 ですね。こちらはですね、やはりこう、日本を代表する働く時計として、現役の JR の運転員さんも使用する鉄道時計なんですね。また本当に数十年ですね、デザインが変わってなくて、ロングライフグッドデザイン賞を受賞するほど、本当に大したモデルチェンジがない普遍のデザインと言われる時計です。ムーブメントはダイバー系に使われるですね、耐久性の強い7C21 を採用しておりまして、クォーツなんですけれども10年電池と、もうこの時点でですね、かなりスペックとしては高いものになります。しばらく電池が切れる心配もない、しかもですね、日本製の時計になります。ちなみにですね、裏面を見るとですね、こういうふうにこちらちょっと保護シール貼ってるんですけれども、このセイコーから上ですね、幅広く余白があるので、記念のメッセージなんかおすすめになります。ぜひですね、まあこう、なかなか会いに行けない今だからこそ、記念のメッセージなんかおすすめですね。はい、それではお次。こちらですね、まあ同じくセイコーの鉄道時計なんですけれども、こちらヴィンテージの懐中時計になります。こちらはですね、日本電信電話公社。現 NTT で、こちらはですね、NTT の前身となる日本電信電話公社の時計であります。まあ、もちろんですね、今動いても、針は動いておらずですね、ゼンマイを巻くと、このように動き始めます。実際ですね、これ耳近づけるとかなり大きい音で、面白いのはこのブルースチール針。今ではですね、高級時計とかしか使われないようなハイスペックなパーツも全然ふんだんに使われている時計になります。こちらですね、電信電話公社、NTT なんですけれども、その他ですとですね、こちらなんかも、こちらはですね、旧国鉄のモデルで、はい、国鉄の刻印が入っています。昭和42年。まあ、ちなみにですね、僕は今40歳で、まあ、父親はもうですね、70代なんですけれども、ちょっと、親御さんのですね、お父様の年齢には少し若いかと思いますけれども、こういうのをですね、年代的に見ていただければ、懐かしんでいただけるものかなというところで、今回こちらのですね、19セイコーの方もお勧めしております。こちらもすべて一点ものなので、この動画が放映される頃にはないかもしれませんけれども、こういった類のものはですね、いくらか仕入れたりしてますので、おすすめです。またこのようにですね、こちらも同じ19セイコーなんですけれども、
刻印とかですね、特に入っていない蓋なんかのものもあります。ちょっとですね、少しすでに傷が入っているものにはなりますけれども、こちらにもですね、文字刻印可能となっています。このようなですね、一点物の時計というものおすすめです。お次はですね、こちらシチズンのレグの懐中時計。こちらもですね、もう結構ロングセラーになるものなんですけれども、まあとにかく優秀なんですね。手がかからない、ソーラーで光を蓄電して動力にすると。しかも電波時計なので毎日ですね、電波を受信して秒針まで正しい位置を更新し続けています。それぐらい正確さが売りの時計ですね。はい、こちらもですね、文字刻印できますので結構おすすめであります。お次はですね、こちら、ドイツのアイアンアニ。ドイツブランドで1940年代のノスタルジックなデザインを取り入れているアイアンアニですね。まあ、こちらのモデルはですね、カレンダーがとりわけ力が入っておりまして、こちらにですね、針で日付を表示するポインターデートで、こちらがですね、月のカレンダーですね。まあ今5月なのでこちら、はい、で曜日、月曜日の表示になってますね。でこちらにですね、ムーンフェーズカレンダーがついてます。 29.5 日で1周するカレンダーで、月齢を表示するので、釣りなんかされる方なんかね、結構お役立ちじゃないでしょうか。ぜひそういうですね、アクティブなお父様のプレゼントなんかもおすすめです。はい、お次はですね、こちら、ソ連時代から続く、はい、こちらですね、モスクワ第一時計工場から続く、シュトルマンスキー。1964年に人類で初めて宇宙空間へ飛び立ったモスクワのですね、英雄ユーリー・ガガーリンが宇宙に飛び立つ際に着用していたブランドですね。ソ連時代で、まあロシアはですね、ロシアというか当時ソ連なんですけれども、ソ連は国営工場で時計を製造しておりましたので、そちらのモスクワ第一時計工場ポリョット、こちらでですね、製作されたムーブメントが今でも入っています。ちなみにこのムーブメントは現行で作られていないので、いつなくなるかは分かりません。こちらなんかですね、裏面にこうガガーリンの顔が刻印されています。はい、まあ、年代的にですね、こうガガーリンを見て育った少年時代をお過ごしのお父さんもいらっしゃるかと思いますので、こちらなんかおすすめです。はい、でもう一種類こちらですね、江戸の時令和版和式時計ですね、和時計。江戸の時、江戸時代に普及していたですね、現代は24時間なんですけれども、江戸時代に普及していた不定時法を用いたユニークな時間表示をする令和版和時計です。現代はですね、24時間で1日を表示するいわゆる定時法なんですけれども、季節ごとに昼や夜の長さが異なる四季がある日本にあった、まあ、明治初期まで使用されていた不定時法というものを採用した時計になります。付属品のリングがありまして、こちらをですね、中に、まあ、1から12まで毎月1枚ずつ変わってきますので、そちらのリングを変えることによって式それぞれの異なる時間帯を表示してくれます。またですね、時間の感覚なんかも面白くて、何時とかいう感覚ではなく、牛蜜時とかですね、3時のおやつ時なんかですね、まあ、この語源がこちらの不定時法なんですね。ぜひですね、新しい感覚、ちょっと古きを知り新しき知るを知るではないですけれども、ちょっとした時計のいつもとは違う見方を楽しんでいただけるユニークな時計です。こちらはですね、腕時計だけではなく懐中時計の方も存在します。そのままですと通常の24時間表示の時計としても使っていただけます。ですけど、せっかくなので、ね、せっかく日本にいるわけですから、こちらの四季を楽しんでいただくよう、
ぜひ付属のリングをはめてですね、こちらで楽しんでいただければと思います。またですね、この裏面にはですね、江戸の時の刻印があるわけですけれども、この周囲には文字刻印も可能になっております。なので、この縦書きでですね、こちらの脇に記念のメッセージなんかも刻印できます。お名前とかでも全然いいと思いますね。こういった時計なんですけれども、まあ、刻印を入れてですね、ちょっとした記念のメッセージ品とかですね、会えないからこそ、思いのあるプレゼントとしてやられてみてはいかがでしょうか。いかがでしたか、今回はですね、父の日に似合う、まあ、贈り物としてですね、腕時計と懐中時計両方織り交ぜてですね、面白みのあるものというのをご紹介させていただきました。せっかくなのでですね、こう刻印などをされて、こうちょっとですね、普段言えないような一言を刻印するのものなんかもなかなかありかなと思います。そういったですね、少しいつもとは違ったプレゼントで、時間のプレゼントをされてもいいかと思います。はい、そんな感じですね。まあ、他にもいろいろ時計あるんですけども、今回は厳選した時計の方を、こちらを ご紹介させていただきました。またですね、この動画がお役に立ったと思っていただければですね、チャンネル登録とかですね、コメント、いいねであったりお待ちしております。はい、それでは今回は動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。